宮古ラザーン駅は大韓民国系軌道派周市長端面にある韓国鉄道公社及び朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の駅。当駅より林杖方面が韓国鉄道公社の警備線、万門方面が朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の平釜線となっている。朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の駅としては唯一大韓民国の統治下にある。 軍事境界線に近い民間人、出入等制区域内に位置しており、自由に当駅を利用することができず、警備線で一駅手前の林追駅にて入居手続きを取らなければ入ることができない。その際、訪問者はすべて袋の乗車券をあらかじめ購入しなければならないため、現在虎山駅の乗車券売り場では、記念入場券しか発売されていない。また、臨追駅では、 袋の乗車券の所持を確認される。2002年2月20日、大韓民国の当時の大統領近代中と、アメリカの当時の大統領ジョージ W ブッシュが、この場所を訪問した。アフリカ豚熱の拡散防止対策に伴い、2019年10月2日から、当駅に乗り入れる、全列車が無期限で運休となっている。島式2面4線と、単式1面1線の、 計3面5線を有する地上駅であるが、駅舎側の単線1面1線のみを使用している。一番ホームの駅名表にはソウル及びピョンヤニへの距離が表記されており、それ以外の駅名表は通常の隣の駅が表記されている。駅舎内には将来の南北鉄道連結の際に利用される南北で入居管理事務所が設置されており、保安検索台や出入り審査台、 税関、そして南北直通列車用のホームがある。北へ向かう乗客はここで下車し、検査を受けることになる。ただし、現在は南北を結ぶ定期列車がないためこの施設は使用されていない。この設備は当駅で発売されている入場券で見学することができる。駅自体は韓国側にあるため、管理は平釜線列車の発着業務も含めて、 韓国側が行っている。駅構内の壁に南北統一を願う案内板が韓国語、中国語、英語、日本語で書いており、将来、シベリア鉄道や中国国鉄と直通運転するような世界地図が描かれている。なお、軍事境界線に近いため、駅周辺の写真撮影は規制されており、特に軍事境界線方向の撮影は禁止されている。 民間人出入到生区域内にあるため、生活目的の利用者はいない。旅客列車の本数も少なく、公述の DMZ ツアーが休止される月曜日と、韓国の祝日は列車の運行がない。また、南北間情勢が緊迫した際には、一時的に当駅の営業が中止されることもある。開業当初の駅名表、ありがとうございます。